続いては9号車 G パーク伊勢崎のおすすめ車です。ご紹介いただくのはユーカーレンジャーレッドの石井さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ石井さん、今週はどんなお車なんでしょうか。はい、今週のおすすめ車はこちらのレボーグをご紹介してまいります。人気のお車レボーグ、まずは評価書からご覧いただきます。はい、内装星2つ半、外装は星3つ、総合で5点の高評価をいただいている1台でございます。総合評価は5点という、ね、レボーグ早速見てまいりましょう。ということでボディカラーはホワイト、非常に綺麗だなという印象があるんですが、はい、白でこれちょっとパールが入ってる感じなんですかね。そうですね、こちらはクリスタルホワイトパールというボディカラーです。はいはいはい、ボディの曲面がですね、うん、こう非常にキラキラしたラメがですね、光の加減で綺麗ですよね。そうですよね。はい、それでは、それ以外にも詳しくご紹介してまいります。はい、グレードはですね、はい、レボーグ 1600cc と 2000cc と、2つあるんですけれども、はい、こちらは 1600cc モデルの、はい、1.6GTS アイサイトというグレードですね。はい、番組の中でも、まあ、何度もね、はい、ご紹介する今回のレボーグ、まあ、1600cc ターボエンジンの1台ということになります。やはりレボーグというともう本当に人気の1台なんですが、はい、やっぱり石井さん、こうサイズ感が、はい、やっぱり魅力の一つ で、大きすぎないというところが印象としてはあって、はい、やっぱりこう現行のアウトバックとかフォレスターに比べるとちょっと小ぶり、ここがいいんだっていう感じですかね。そうなんですね。うん、同じステーションワゴン形状のアウトバックと比べても、はい、全幅幅でですね、うんうん、およそ6センチも差がありますので、運転にまあ自信のない方だったりとか、あとはまあ従来の、サイズのレガシーツーリングワゴン、そういったあの車両乗ってる方なんかは、うん、違和感なくですね乗りこなせるような、はい、非常に運転のしやすい姿勢かと思います。でそれ以外にもですね、はい、中古車としてのセールスポイント、こちらのレボーグもちろんございます。はいはい、それではご紹介してまいります。はい、まず梨田さん、このスタイリング外観からご覧いただいて、うん、まあスバルによくあるパーツなんですけども、はいはいはい、何かお気づきじゃないですか。いや、これはもう装着率も結構高いのかなっていう、ね、はい、感じがしますけど、もうこれ気づきまして、もうアンダースポイラーですよね。正解です。その通りです ね、はい、やっぱりこのこれがついてるとちょっと違ってくるな。見た目も違うし、かっこよさも違うし、はい、やっぱりこうグッとこうスタイリングかなり引き締まりますよね。はい、そうですね。うん、でこちらはですね、はい、STI 製のフロントアンダースポイラーから始まり、はい、サイド、リア、うん、リアはこうシルバーのプレートがバンパーの下についてるんですけども、はいはい、そういったセットのオプションで、STI スタイルパッケージという、パッケージの商品なんですね。はいはい、でちなみに、こちらがですね、価格でいうところのおよそ19万円ぐらいするオプションなんですね。ちゃいますね。はい、結構いいお値段すると。はい、ただ石井さん、これすでに車両本体価格にこれ含まれてるっていうことですから、やっぱりここはちょっとポイント高いっていう感じがしますよね。そうですね。うん、やはりあの買ってからつけようかなっていうふうに考えてらっしゃる方もいらっしゃるので、はいはいはい、うん、まあ、そういった部分が含まれての、今回のこのレボーグなので非常にいいかと思います。はい、なるほど。まあ、もちろんスタイリングだけでなくですね、うん、きちんと空力性能も向上するので、高速走行時なんかはですね、うん、非常に安定した走りを体感していただけると思います。はい、さあ石井さんからこのレボーグについて、まあ、外観も含めて、はい、ご紹介いただきましたが、まあ、ちょっと内装もね、はい、見させてもらおうかなというふうに思いますけれども、まあ、やっぱりその先ほど石井さんからもご紹介があったように、はい、まあ、非常にこうパワフルな一台でもあるということですし、はい、走りのやっぱり楽しさをというところでは、やっぱりこう乗った瞬間からね、はい、もう今すぐにでも走り出したいという ね、そうですよね、そういう雰囲気を醸し出しているのがこのレボーグかなというふうにも思いますけれどもね。はい、そしてこれ石井さん、あれ、ここは、はい、オーディオレスってこと。そうなんですね。はい、
新車でこう販売している時の出荷状態という、はは今まさにその状態なので、はいはいはい、お好みで何かこう好きなものをつけていただけるようになっております。これは石井さん、ぜひともこれカーナビが欲しいなぁなんていう、まあ、私もそう思いますけど、はい、しちゃいますけど、そうですね、しかもなぜかこうバックカメラだけはもうついているというレベル、ついてるの、バックカメラはついてるんですね。じゃあ僕はもうカーナビ、ね、ですかね、はい、欲しいです、はい、はい、よく検討します。はい、分かりました。では石井さん、車の詳細をお願いいたします。はい、はい、それではですね、まず走行距離数からお伝えいたします。走行距離数はおよそ3万4000キロです。こちらはですね、車検整備に関してはついておりませんので、はい、車検整備をしてから納めさせていただく1台でございます。それでは注目のお値段もお願いします。はい、消費税込み253万8000円です。なお、諸費用及びリサイクル料金は別途申し受けます。9号車、今週の G パーク伊勢崎のおすすめ車、26年式レボーグ 1.6GTS アイサイト AWD-CVT という1台、お値段は253万8000円となっております。ボディカラーはキラキラとした、ね、ホワイト系ということで、オーディオレスっていう話があって、はい、バックカメラでついてるって、はい、カーナビがないんですよ。ないんでしょ、はい、これをだからお願いします。そうなりますよね、はい、はい、まあ、いつも、はい、まあ、ドライブレコーダーとか、はい、そういったものなんですけど、はい、まあ、今回はもうナビしかないですよね。ナビしかないです、はい、ちゃんとバックカメラ対応したナビゲーション、はい、お取り付けして収めたいと思います。さすがです、ありがとうございます。今日明日ご制約いただいた方にはカーナビゲーションをつけて収めさせていただきます。9号車は26年式レボーグ 1.6GTS アイサイト AWD-CVT、 お値段は253万8000円です。詳しくは 0270-40-6363 G パーク伊勢崎までお問い合わせください。さて石井さん、この他にもちょっと気になる車もありますので、はい、見させてもらって大丈夫でしょうか。参ります、はい、それでは行ってまいります。